木曜午後時にたくさんのメッセージありがとうございました。今日はファッションショーの日ということで、ほらぎこちないでしょぎこちない、こうだよ本当でした ね、今日はファッションあれこれでメッセージをもらいましたが、番組の中でご紹介できなかったんですけど、増田市の石川さんから、はい、私のイケてるファッションは外出用のブレザーです、はい、お気に入りです、うん、行事などで必ず着ていますという、もう一丁らそうですね、ブレザーです、ビシッとするんでしょうね。そうですね、ブレザーといえば、うん、90年代にあの金ボタンのコンブレが、はい、持ってます、持ってました、持ってましたって、まだ持ってる、まだ持ってる、着る機会ありますかね、どうなんだろう、あの時だって肩パッド入ってましたでしょ、そう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 、で何かの時にコンブレ着 てくださいって言われたんで、はい、買って着て、はい、でなんか制服みたいな感じで、そうそうそう、で当時ね、みんな お揃いで着てて、みんなコンブレと、あとチェックのパンツだったりね、はい、そうです、そうです、はい、おしゃれな時代がありましたけど、石川さんはその外出用のブレザーをお気に入りでかっこよく着こなしてんでしょうね、着こなしてらっしゃるんでしょうね、今日もじゃあかっこよく、ほらね、なんでこうなるの、ファッションは肩で回るんです、はい、ファッションがね、回るときは、そうですそうですそうです、えそれです、えおめなんだだみたいだよ今のそれでじゃ あの花道へ歩いてください、そうですね、なんだだでは、また来週。